海を一生の職場として生き活躍している海上自衛隊の隊員たち、その海にかける情熱とシーマンシップは一人一人にさまざまな歴史と感動を刻んでいく。今国際貢献や海外に派遣されること多いですから、国民の皆さんが期待していると思いますので、それの期待を裏切らないように頑張りたいと思います。私は海がすごい好きで、海で仕事できる環境にすごい憧れたものですから、こうやってずっと海の上に携わる仕事ができるっていうのを誇りに思っています。よく海はロマンがあっていいとかって言うんですけども、確かにそういうロマンもあります。だけども辛いこともあります。でも辛いこともした上で、船が入港した時にですね、陸に丘に上がった時、ああやっぱり船乗りなんだと自分がこう認識できる、そういった時が非常に海のロマンというんですかね、我々はやっぱり船乗りなんだというのを実感できるものがあります。潜水艦の良さというのはみんなこう親身になってこう相談に乗ってくれたり助け合ったりしてくれるところが素晴らしいところだと思います。もっともっと勉強してですね、自分の上司と抜けるように一生懸命頑張っていきたいと思っています。他人からどう評価されるではなくて、ある意味自己満足と言われるかもしれませんが、人のために何かをやっているという事実感でしょうかね。それを感じた時がやっぱり一番自衛官になってよかったと思う時です。いや不安はありますけど、やっぱりやるからには続けたいと思います。昔からその海に憧れを持っていて、国際貢献や災害派遣などで活躍されている海上自衛隊の人たちを見て、自分もそういう仕事に就きたいなと思って選びました。海上自衛隊横須賀教育隊、ここは海曹候補士として入隊する若者が約4ヶ月間部隊勤務に必要な基礎知識や技能を習得するところ。今日は着隊の日。今はまだ優しい教官から生活におけるいろいろな注意を受ける。生活するのに最低限必要なものは前もって班長が買ってあるので、その必要なものは1枚で買って。寝室は6人1部屋、ベッドとロッカーだけのシンプルな作り。ここで彼ら28分隊第2班の4ヶ月が始まる。恥ずかしい。いやもうめちゃめちゃ不安ばかりですよ。身の引き締まる思いもするって感じで。いやもう頑張るだけです。追い込まれてくるとじゃどうなったのかなみたいな、そういうのはありますけどね。多分これからどんどん落ち込んでいくんだと思います。顔つきが変わってですね、どの子供がうちの子供のかなってちょっと探して歩いたんですが、大変こう雰囲気が変わってですね、入ってよかったと思っております。はい、第28分隊総員を通し第3南側整列。朝6時の総員起こし、彼らに与えられた時間は5分。5分以内で着替えを済ませ、毛布を畳み大社の前に整列しなければならない。おのずと全てが駆け足になる。カシーラー中、カシーラー中、キョウスケ、キョウスケ、休め、休め。朝だからといってもやっぱちょっと声小さいな、みんな、なもっと出るんじゃないか声本当は。
教育隊の食事はこの大きな食堂で各自セルフサービスで食べる。好みによってはパンも選べるなど、なかなか充実している。食事は食べ盛りの彼らにとって最も楽しみな時間だ。教育隊では生活面での規律や基礎知識の授業を中心に、手旗信号など部隊勤務に必要な訓練のほか、水泳、剣道といった体育科目などあらゆることを学んでいく。この防火訓練もその一つ。船の火災を迅速に消し止める重要な訓練だ。探偵と呼ばれるカッター訓練、海が職場となる海上自衛隊では必須科目だ。無論まだオールを自在には操れない。ただひたすら力いっぱいに漕ぐ。教育隊の夕暮れ時、大社の一室が何やら騒がしい。これが本当に一番治るしかない。カッター訓練でできた豆や擦り傷の消毒が行われているのだ。これも一度は通過する教育隊の儀式のようなもの。入浴も隊員たちの楽しみの一つ。きつい訓練の疲れを癒すひとときだ。22時、教育隊の長い一日がやっと終わる。今日はカッター競技の日。カッターを漕ぐ速さを分隊同士で競い合う教育隊の伝統的な競技だ。みんなこの日のために辛い練習に耐えてきた。第2班も班長以下、気合十分。いよいよスタート。休んじゃう人とかがいて、でもう周りから漕げ漕げとか、結構罵声の飛ばし合いでした。でも船降りてしまえばもう全然普通に戻ったので、ただこういうこともいいなと思いました。一着の班が帰ってきた。しかしその顔ぶれに第2班の姿はない。第2班は力及ばず4位という成績に終わった。よかったよかった、よく頑張ったよ。ちょっと落ちる。優勝第78分隊
だが他班の頑張りもあって第28分隊は分隊優勝を勝ち取った。分隊優勝、みんなね、みんなが勝ち取ったもんだ。みんなは真の帝王だ、判定王。おめでとう。以上。よし、はい、じゃあ分隊長胴上げだよ。はい、これ。分隊長を筆頭に教官も隊員もみんな海へ投げ込まれる。これも教育隊の伝統儀式。かけがえのない仲間、輝ける時、そして別れの日も近い。決意の順。我々第11期海曹候補地一同は今日この瞬間から苦しくも思い出の多い横須賀教育隊を後に全国の各地の各部隊に赴任します。これからはこの4ヶ月の間に習得した精神的身体的いいか、辛い時、苦しい時、俺の顔を思い出せ。いいか、これ以上辛いことはねえはずだ。舞台に行っても俺よりうるさい仙人はいねえ。あと最後にな、これだけは言えることは、海上自衛隊っていうのは本当にやりがいのあるいい職場だ。それは自信を持って言える。はい、白手発生、腕立て背負い、エッチ、10回気合入れていこう。最後の腕立て背、はい、エッチ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 、3、シェイ、シェイ、5、6、今日を境に皆それぞれ全国の部隊へ配属されていく。再び会う機会も少ないかもしれない。多分これからどんどん落ち込んでいくんだと思います。率直に寂しいです。だから今と思えば、だからもう一回途中からやってもいいんじゃないかっていう気がします。最初の方はもう辛かったんですけど、横須賀教育隊で育んだ仲間との絆、助け合うことの大切さ。彼らはあのキラキラ輝くような時間を決して忘れることはないだろう。鉄の塊だが、海を愛する隊員たちにとってシーマンシップを育ててくれるかけがえのない場所。今日もこの春に入隊した新隊員が2人護衛艦に乗り込んでいく。港から護衛艦7隻が次々と出港していく。
船乗りの相手は海。この大海原には若い隊員たちにとってこれから様々な経験が待ち受けている。艦上では射撃、航海、通信、機関、補給その他様々な職務がある。新人隊員は先輩から多くの実践技術、知識を学び得得していく。やっぱりこの乗ってる最新鋭の護衛艦の村雨っていうのはやっぱり日本の最先端の機器を積んでいる護衛艦ですから、最先端の技術を身につけることができるという予算があります。アドバイスとかも的確にしていただけるんで、本当この船の先輩はいい方たちばかりなんで、辛い時があっても頑張ってやっていけますね。艦橋、いわゆるブリッジは護衛艦の司令塔である。艦の操舵をはじめ、さまざまな隊員たちが艦長のもとキビキビと自分の受け持ちをこなしていく。今日ホイップアンテナ。CIC コンバットインフォメーションセンター。最新鋭の機器によりあらゆるファクターを瞬時に解析し攻撃をサポートする CIC は現代のハイテク艦の象徴である。海上自衛隊名物の一つ、昼食のカレーライス。船ごとにそれぞれ味のレシピが異なるカレーライスは隊員たちの評判も上々だ。航海中は毎日海水の風呂に入る。これも海上自衛隊名物の一つ。護衛艦での生活空間は全て機能的、コンパクトに考えられている。だが隊員にとって艦内で唯一のプライベート空間だ。火事にゆっくりと反応する護衛艦の操舵は常に先を読まなければならない。訓練とはいえ隊列を維持することにも多くの隊員たちの技術と働き、そして長年の勘が息づいている。艦長は隊員たちをベストチームに鍛えている。教育隊の専任班長が勝負ごとは常に焦らないで淡々とすれば結果はついてくるって教えられたんで、まあ、こう淡々と冷静に仕事ができるようになりたいなと思ってます。この大自然の海に囲まれて働くっていうのはやっぱり都会の中でオフィスで満員電車に揺られながら働く中での仕事とはまた違う良さというものがあると思います。海は海上自衛官にとって第二のふるさと。今日もこの美しい海のどこかで一つのシーマンシップが生まれ育っていくことだろう。海上自衛隊には国防のほか救難支援、南極地域観測支援、災害派遣、国際貢献などさまざまな職務がある。今日も多くの隊員たちがその経験や技術を生かし各地で活躍している。海上自衛隊選んだのはやっぱ南極に行きたかったのが一番の理由ですね。やっぱり寒い中での作業なんで、まあ、仕事もやりづらかったし慣れない作業もあったんでその辺が大変でしたね。でその中でやっぱ貴重な体験できたんで良かったなと思いました。ただ無事できちんと仕事をして、それで南極というところを自分の目で見て視野を広げてきてくれればと思って、かえってこちらとしては喜んで送り出しました。私の仕事というのは嫌いを処分することです。
要はペルシャ湾に機雷を除去しに、それも機雷にすごいね、機雷を潜って処分する、それが私たちの任務です。そうですね、一番最初に探知した機雷に対して潜る時のその時の気持ちですかね、一番最初に行くという時の気持ちが一番すごく大変だったなと。ドバイに入った時に日本人会の人に招待されてパーティーがあったんですよ。その時に日本人の人に来てくれてよかった、その時にちょっと涙を流されて言われたのがものすごく印象に残って、あ、俺たちはやっぱり来てよかったんだと。日本ではいろんなことを言ってますけど、俺たちのやってきたことは間違いじゃなかったなと思いました。仕事は父島の患者さんでですね、男の子で9歳ぐらいだったんですかね、海に溺れちゃってですね、10分ほどいなくなってですね、で引き上げた時にはもう息がなかったということで行ったんですけれど、もうお母さんはもう泣き崩れちゃって飛行機乗ってこないんですよね。でお父さんが乗ってきちゃって、で上でももう反応がないということで、助かっても後遺症が残るだろうって言われてたんですよ。で羽田に患者さんを渡して、まあ基地に戻ります。で母基地の岩国に帰って、数週間した後ですかね、まあたまたま令状が来て、誰かなって基地の方から見せていただいた時に、その、まあ、銀平君って言うんですけど、その銀平君が病院の屋上で手を振った写真をですね、ありがとうございましたと、まあ印象深い仕事の一つでしたね。自分の力というのを大いに高めることができる組織でありますし、またそれを自分に生かせる組織だと思いますので、自分の中で知らない力とか能力とかがここで生かせると思うので、上下関係といったものはなくて、自分の力をどれだけ高められるかで競い合うと。基本的に条件は男女平等ですので、非常にやりがいがあります。自分が何者かであるかっていうのを見極める、個性を出す、まあ、そういう格好の場所であると。いろいろ、まあ、飛行機の整備をしたりとか、普段触れないもの触れるんで、やりがいのある仕事だと思うんで、ぜひ持ってる力をですね、発揮するには一番いいところだと思います。頑張れば頑張っただけ認められる職場だと思うので、家族的であり厳しい時もありますが、優しい先輩がいて、その時に人の温かみというか、ああみんなでやっているということに感動することも多々ありますし、責任もありますけどやりがいもある仕事だと思います。各国の海軍との共同訓練とあって、いろんな経験ができるところだと思います。海に対してのなんかこうロマンというか、情熱みたいなものを持って、護衛艦に乗ってるといろんな港に行く機会があるんですよ。そこに行くまでの間っていうのはものすごいきついですけども、港行く先々の港でいろいろ楽しいことありますんで、そういうのを考えて、まあ、船に乗っていれば、いつか君たちと共に働き、笑い、海で働くことの喜びや感動を分かち合いたい。海上自衛隊には君たちの才能や力を生かせる大きなフィールドが必ず待っている。海上自衛隊小月教育航空群。ここは海上自衛隊でパイロットを目指す者たちが一番初めに着隊するところ。ここ小月ではまず24ヶ月
実際飛行機には乗らない座学中心の教育を受ける。この2年を終えた者だけがこうしてやっと練習機に乗ることができる。12ヶ月の固定翼訓練の後、希望と適性に応じてここ小月のほか徳島、鹿屋、下草へと振り分けられていく。そこでさらに12ヶ月から15ヶ月間厳しい訓練を受けることになる。その長期にわたる訓練に耐えてきた者だけがパイロットの証、ウィングマークを手にすることができる。大空への夢は大きい。しかしパイロットへの道のりは長く険しい。海を愛し空に憧れるたくさんの若者たちが今日も入隊してきた。まだ顔はあどけなさが残るが、皆狭き門をくぐり抜けてきた未来のパイロットたちだ。今日は身体検査の日。航空隊の身体検査はとりわけ審査が厳しいことで有名である。難しい試験を突破してもこの身体検査で涙を飲む学生も少なくない。合格者を対象に必ず行われる体験飛行。ほとんどの学生はこの日初めて練習機に乗る。さて、初めて練習機に乗った感想は？パイロットの人が英語で喋ったのとかもかっこよかったです。やる気が出ました。はぁ、もう感動です。はい、早くパイロットになりたいです。ありがとうございます。どうも、中村に気象ブリーフィングを行います。北海道の東海上には前線を飛行訓練の朝、飛行前のブリーフィング。一方、中国東北、東シナ海、わずかな判断ミスでも命に関わる飛行訓練だけに皆真剣だ。日本付近は冬型が昇る。北陸、東北の日本海側で天気が崩れているほかは高気圧圏内となっておおむね晴れております。この状態は明日の午後まで続く見込みです。なお丸1等については6機が鹿屋場外、またソロが4機8億、晴天の中、練習機 T5 のエンジン音を BGM にタッチ&ゴーの訓練が始まった。教官の怒声がエンジン音に重なっていく。ある隊員は飛行訓練の日が来なければいいのにと真剣に思ったこともあったという。それほどに過酷で厳しい訓練だ。だが大空への夢は捨てられない。憧れのウィングマークを胸につけるのだ。全く新しい世界が広がるっていう意味では、私はもう本当初めて空飛び始めた時に広がる景色を見て感じたので、
っぱりそれが一番醍醐味だと思います。新しい世界が広がるということは一番醍醐味だと思います。やはり自分が判断とか注意配分とか非常にそのまだうまくできないので、その点でやはり教官に指導されるとやはりできないのかと結構落ち込む時もありますが、そういう点でかなり厳しいことが多いです。いや、地上ではすごい優しいんですけど、飛行機に乗ったら人変わります。心がけはですね、やっぱりガッツを忘れないっていうか、まあ、これは学生に希望することなんですけども、もうガッツ、もうこれだけですね、はい、空を飛ぶことの楽しさですね、これをまず第一に私は教育しております。就業式の日、パイロットの証を授けられる晴れの舞台。皆それぞれにここまでの数年間が胸をよぎっていく。各部隊指揮官等のご列席をいただき、ご父兄の皆様の今まで2年間ちょっと精神的にもきつかったものがあったんですけど、何とか頑張り抜いて、この金のウィングマーク取れて、まあ、これからまだ横なんですけど、とりあえず一段落ついたということでとても嬉しいです。もう本当何度も苦しい時があって、自分でも悩んだんですけど、そんな時に本当に教官に励ましていただいてここまで来れたので本当に、ありがとうございましたと言いたいです。とにかくもうウィングマークを取るために今まで苦労してきたので、今日という今ではもう忘れない日になると思います。夢にまで見たウィングマーク、これから君たちには青い海と大きな空が両手を広げて待っている。現代の海上戦略の要とも言われている潜水艦。海上自衛隊の潜水艦部隊は広島県呉市と神奈川県横須賀市に基地を持つ。その中でも潜水艦教育訓練隊のある呉は潜水艦乗りの心のふるさとである。今日も一人前の潜水艦乗組員を目指し、多くの若者たちが各種シミュレーションや浸水対処訓練など日々あらゆる厳しい訓練をこなしていく。船とは違ってマークごとに固まらないで、みんなが仲がいい家族的な関係を持っているということですね。やっぱり一人の乗員のせいで船が沈んでしまうということもあり得るんで、みんなで協力してやっていかなければならないというのは大変だと思うんですけども、そこを仲良くカバーしていくというのは非常にすごいいいことだと思います。海上自衛隊の潜水艦は電池動力潜水艦としては世界トップクラスの性能を誇る。まさに物言わぬ沈黙の艦隊。その隠密性を生かしてあらゆる任務を遂行できるよう、潜水艦には長期間の訓練行動が課せられる。一度港を離れると航海が終了する直前までその姿を海上に現すことはない。
長い時には1ヶ月を超える期間海の中にいることもある。そうした特殊な環境に耐えるため、乗組員には豊富な知識と強靭な精神力、そして何より潜水艦乗りとしてのプライドが求められる。救命士、10台リラックス、10台規則操作のため2個全開。潜水艦では誰か一人が手を抜いたり、誰か一人が何かあった時に一人が諦めただけで全員がまあそれの巻き添えになると。やっぱり潜水艦乗りで一番大事なことは最後まで諦めないということじゃないかと思います。護衛艦と比べ比較的少人数で任務をこなしていく潜水艦にはどこか温かい家族的な雰囲気があると皆口を揃えて語る。広島県江田島にある海上自衛隊幹部候補生学校。ここは旧海軍の海軍兵学校の時代から海軍の士官候補生を育成してきたところで、赤レンガの校舎をはじめ敷地には海軍時代を忍ばせる施設が当時の面影を残している。海上自衛隊の幹部自衛官になる隊員は港の江田島の幹部候補生学校で学ぶ。部下を持ち指導する立場となる幹部を育てる教育は厳しい。気力、体力全てにおいてバランスと強さが求められる。幹部候補生は一般大学出身者も防衛大学校出身者も皆一緒に1年間この江田島でシーマンシップに磨きをかけていく。海上自衛隊員としてより高い目標と意識を持つ幹部候補生たちの表情は皆気高く凛々しい。晴れて卒業する隊員たち、その胸には幹部としての自覚と誇りが芽生え始めている。卒業式とともに遠洋航海に出ていくのもここ幹部候補生学校の伝統。彼ら自身にとっても新天地への航海になることだろう。夢を大きく持てるような幹部自衛官になりたいというふうに思っております。日本の安全を守る自衛官として立派になりたいということが一番大きな目標です。自分自身で責任のある判断のできる幹部になりたいと思っております。適切な指示を出せるように先の見える先見性のある幹部を目指したいです。ウェーブとは婦人海上自衛官のこと。自分の能力が公平に評価され仕事に反映できる婦人自衛官が今にわかに注目されており、海上自衛官を目指す女性が増えている。ウェーブは入隊時にも男子と全く変わらない教育や訓練を受け、それぞれ部隊の精鋭としてあらゆる職種で活躍している。ハベイ訓練といいまして、アメリカと合同訓練をすることになって2ヶ月間、
アメリカの方で過ごしました。それがすごい一番いい経験です。国や人を愛することが国防の精神につながっていると思うので、たくさんの博愛に満ちた自衛官になりたいと思ってます。父親も海上自衛官だったんですよ。でちょっと話聞いて船運転したくて。パイロットから信頼される管制官になりたいっていうのが私の一番の目標です。そのために毎日努力しています。海の仕事もあるし、飛行機の空の仕事もあるし、市場での仕事もあるんで、いろいろ自分の好きな分野で仕事ができるんで、いいところじゃないかなと思います。クルーの信頼を得られるパイロットになりたいと思っております。そのためにいろいろ知識面ですとか体力面ですとか演練しないといけないところがまだまだたくさんありますので、一つ一つ目標を定めて頑張っていきたいと思います。